私はウェブアーカイブと一般に言われて、そのネット上で公開されているコンテンツをですね、アーカイブして公開するという事業を担当しておりまして、国立国会図書館で行っているウェブアーカイブ、ワープというんですけども、それを担当しております。今日 DOI の方の集まりでですね、ウェブアーカイブについてお話しするのは少し毛色が違うかと思うんですけども、両者ともそのウェブコ、デジタルコンテンツの永続的なアクセスを保障するという意味では何か接点があるのではないかということで、特に引用における活用視点にということで少しお話をさせていただきたいと思います。まずワープについてなんですけれども、これは日本国内のウェブサイトを対象としたウェブアーカイブでして、15年ぐらい前ですね、2002年に開始しております。で当初は一件一件ウェブサイトの発信者から許諾を取ってやっていたんですけれども、それじゃ膨大なウェブコンテンツなかなか集められないということで法整備を行いまして、2010年からは公的機関のサイトに限ってなんですけども、事務許諾を得ることなく国会図書館が集められるようになりましたので、網羅的に収集を行っております。で実際スペーサーはですね、クローラーと呼ばれる、プログラムを使って、例えば国立国会図書館のページでしたら、まず一番最初のページにクローラーを発達すると。そうするとクローラーはその中にあるファイルをまず全部複製して保存すると。その中のリンクがさらにありますので、リンクを解析して次のページに遷移すると。で、行った先のページでも同じようにそこに置いてあるファイルを全部コピーして保存すると。で、さらにまたリンクを解析してということを延々と繰り返しています。で、一つのサイトを丸ごとそのまま保存して複製をするということで、時間が経ってですね、その時点集めたものを後から見ることができる。例えばこれはちょうど1年前ですね、経産省の電力の自由化が始まった時のサイト、これトップページですけども、当然その先のリンクしているページも全て保存します。これは、気象庁ですね、気象庁のページも全て保存しています。例えばこれ、日々の天気図っていうのが PDF で出ているんですけども、当然それも全て保存している。若干研究データよりもないですかね。で、これは国立環境研究所さんのところで、例えばこれ、すでに DOI が振られて、ネットで公開されているようなものも、研究データもすべて保存しているということです。で、集めているウェブサイトということで、先ほど申しましたとおり、公的機関については、法律によって丸ごとすべて集めています。国の機関、自治体、六法、国公立大学、全部で約5400タイトルぐらいあります。で国の機関については毎月1回、それ以外については年4回の頻度で集めています。で民間のサイトはまだまだといいますか、法律の対象外になっていますので、公益法人ですとか、学協会、市、外産セクター等々ですね、こちらの方で選定したものを一件一件許諾を取って、集めています。約4600タイトル、年1回から年4回ですね。ですので、全部で1万タイトル強。で今まで集めた容量で言いますと910テラバイトという容量になっています。で月ごとの収集容量なんですけれども、先ほど申し上げましたね、最初の頃は一気に比べ得ながらやっていたので、全然なかなか容量が増えなかったんですけど、2010年4月からは法律に基づく収集を開始していますので、それ以降は一気に収集容量が増えています。今現在ですと大体一月20テラ分ぐらいですかね、集めているという状況です。で、サイトの機関の種類で見た容量ということで3日なんですけども、やっぱ国の機関、自治体、大学ということで、自治体が一番やっぱ多くて300テラバイト以上、国の機関と大学は同じぐらいで約230テラバイトぐらい集めています。左からはその1万件のサイトを1件ずつその保存した容量でその大きさを表して可視化したもので、して、実際見ていただく、コンテンツ公開してますので見ていただくと、こう拡大してみるようなことができます。ウェブアーカイブ、一般的に、世界各国で行われているんですけれども、ダークアーカイブとか、あとネットでは公開してないアーカイブというのは非常に多いんですね。でただ、ワープの場合はですね、というのはそのネット公開するために発信者の許諾が必要なので、これも一件一件許諾を取ってワープの場合はやっています。で、お客様で 85% ぐらいはネット公開できていますので、比較的まれなウェブアーカイブの中のまれなオープンアーカイブ、誰もがネット上で利用できる状態。
で公開されているアーカイブということが言えると思います。で、ですね、そもそもウェブサイトってどれくらい消えていくんだろうということで、一昨年に自分調査をしました。国の機関のサイトを対象にですね、2010年から2014年の5年間、その時点で集めたサイトが2015年の段階でどれくらい残っているのかというのは表したわけです。左側が URL の残存率ありますけども、これがリンク切れですね。これ残存率なので、2010年だと 40% しか返ってこない。6割はリンク切れとして。で、右側は URL が一緒でもファイルの中身が変わっている場合があるので、ファイルが全く同じ状態で残っているのはどれくらいかというのを調査するのが右側で、やっぱり、5年ぐらい経つと60% ぐらいが中身が変わっちゃっているというようなことが分かりました。でこれはアメリカのですね、法律分野におけるリンク切れを調査した結果なんですけれども、2012年からそうですね、5年、10年ぐらい経つと 50% ぐらいがなくなっちゃってて、16年経つとも 80% ぐらいなくなっているというようなことが分かっています。で、ウェブアーカイブそういったことでですね、リンク切れとか内容変化するものを直的なアクセスを保証するためによく使われています。ウィキペディアの外部リンクの代わりになったりとか、あと下にある引用文献の代わりにウェブアーカイブにリンクして使うというようなことがよく行われています。あと、パーマ .cc というのはアメリカの法律関係のサービスなんですけども、アメリカの法律分野ではあまり DOI が使われていないと。そういうことで、ハーバード大学を中心となって、120の図書館が参加して、代わりに、著者自身がウェブサイトを保存して、パーマリンクという URL を付与して、引用文献で引用しようという試みが行われています。ということで、ウェブアーカイブと DOI の接点でございますけども、両者とも、アクセスをつなげないという、いうことでは、協力していますし、引用文献でよく、使われるということも見ているかと思います。そういう点としましては、ウェブアーカイブの場合は、時間もウェブサイトが変わっていったり消えていくということは前提に、時間軸でコンテンツを固定化してアーカイブします。で、アーカイブした URL は永続的。で、対象はウェブ全体で、それを行うのはアーカイブ化。一方、DOI については、基本的に発信したコンテンツの人は消さないという前提だと思います。その上で URL の変更があってもそれをリゾルブしてアクセスを保証しましょう。学術論文、韓国研究データということが、対象と。で、接点その1ということなんですけども、DOI コンテンツは公開され続けるのが原則だと思いますけれども、中には取り下げられちゃうものもあるだろうと。研究データの DOI 登録ガイドラインにもあります通り、たとえそういった場合でもランディングページは維持しましょうというようなことが書かれているかと思いますけれども、例えばそのランディングページから、もしウェブアーカイブにそのコンテンツが保存されていれば、そこに飛ばしてアクセスを保証するということも可能かもしれないというのが一つ前提ですね。で、その場合でも、やはりその DOI を振るのはじゃあ誰なのかというところはちょっと議論が必要なんだと思います。DOI ハンドブックにある通り、オブジェクト1に識別する責任というのは登録者とその登録機関にありますので、勝手に第三者がですね、自由に振るっていうことはなかなか難しい。あくまでそれをもともと発信していた人が、登録するのが、まずは素直なやり方なのかなというふうに思います。あとですね、シストなどの参照文献の書き方のそのルールっていうのがですね、やっぱりウェブコンテンツがこれだけ増えてきて、それを引用することが増えていっていると、でそれが確実になくなっていくっていうことが、現実としてあるので、今のところは、その著者がその時に参照したそのものを書くのが良いとされていますけれども、やはりそれだとなかなか後の人が見たときにアクセスできなくなる、それが DOI の思想だと思いますけれども、だからアクセス保証の視野に入れた URL の引用ガイドラインみたいなものが今後あるとよりいいのかなと。オリジナル URL と DOI の URL とアーカイブ URL、あるいはそれを並列、あるいは保管するような形で、どういった URL を論文に引用すべきかというようなガイドラインがあるとより一層いいのかなというふうに思います。仮足でしたけど、私の話は以上です。ありがとうございました。